最近少し、骨董に傾倒する人々の意識がわかる、ような気はしてきた。ゲームとか、支援を受ける存在になったら、逆にゲームの世界には、戻れなくなるわけだ。その、時に、なんというか、必要な娯楽、というかがある。体験的な知恵に意味がないとき、その造形に、込められたものがあって、それは自分の代わりにゲームの戦場で戦い、それ、を行っている、ような気がする。あるいは過去の記憶のありかか、肯定するしな。自分の成果か、自分のいた場所か、ガンプラ、というのは、そういう面を結構持っているわけで。また過去、その記録でもある。残されていくとき、それは過去へ戻るための足がかりだ。その絵は、そのツボは知っている。幻があった。昭和天皇は太平洋戦争の勝利者で、世界の王、その権利が、ともかく何かは幻になったか。